こんにちは、Easy モデラーズルームへようこそ。今回はシトロエンのトラックを林業車両タイプで作ります。ボディ塗装をメインにご紹介いたします。カーモデルをなるべくきれいに汚す塗装。カーモデルのウェザリング塗装の参考になれば嬉しいです。では早速作っていきましょう。シトロエンのピックアップトラックは実車ではほとんど見かけません。マイナーな車の模型化は嬉しいです。このキットある程度まで組み立ててから塗装に入ります。接合箇所を消します。ドアが別部品なので開閉できるようにします。0.5 ミリの真鍮線と内径 0.6 ミリの真鍮パイプでヒンジを作ります。実車は上から差し込むような感じでドアを組み立てているようです。シートの後ろが簡素なのでプラ板でポケットを作ります。ドアの開閉の真鍮線を隠すためにこの字のプラ棒を貼り付けます。手すりは 0.8 ミリの真鍮線で作ります。ボディの塗装は下地の色を黄色とオレンジで陰影をつけて塗装します。ボディの色はスカイブルーとルマングリーン、そしてくすんだ赤色です。下地の色を鮮やかな色で塗装すると上から相反する色を組み合わせてもおかしくなりません。スカイブルーにライトブルーで明暗つけます。ルマングリーンを塗装します。くすんだ赤色で残りのパネルを塗装します。下地のオレンジがうっすらと出るまで軽く磨きます。色の統一感が出ました。ウェザリングはウォーカーソイルとステインブラウンで、林業のトラックにするつもりなので少し泥っぽく汚します。グランドブラウンで斑点模様をつけます。乾燥させてブラシと綿棒で汚れを拡散させます。フィルタリングのような感じです。どの程度拡散するかというと8割程度です。最初から2割で塗装すればいいですが、汚れは落とす感じがリアルになります。
軽く錆塗装のために塗装面を描きます。ハルレッドと赤で錆塗装をします。青い部分の配色表現は明るい青と隣接した色の明るい色を使います。下地の色が黄色系なので黄色の含まれた明るい色を選びます。こんな感じで色が違っていても違和感がなくなるまでフィルタリングします。ドアの内張りにクラフト紙を貼り付けます。デカールは配給パーツの透明なタイプ、薄く仕上がる優れものです。林業の車なので、ノコギリ、斧、チェーンソーなどを作ります。ノコギリはプラ板で、斧は2ミリのプラ棒とプラ板で作ります。3ミリのプラ角材と2ミリのプラ棒、0.5 ミリの真鍮線、内径 0.6 ミリの真鍮パイプでチェーンソーを作ります。
プラ板で道具箱を作ってロープ、ノコギリなどを乗せていきます。チェーンソー用のガソリンです。木材は拾ってきた枝を切って使います。木の切りくずをばらまいて、それぞれ道具を乗せて、薪割りの斧も乗せて、シートは布感を出すためにティッシュを貼り付けます。運転席側の内張りにレトロなポスターを貼ります。模型の箱と新聞雑誌を詰め込みます。完成です。完成写真が続きます。最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の模型でお会いしましょう。